皆さんこんばんは。ラブフットボールの時間となりました。さて今日は J1 リーグ第3節 FC 東京戦となっています。我らがガンバ大阪は前節アウェー柏レイソル戦を行ってきました。まあ、その前アジアチャンピオンズリーグがありまして大敗を喫し中3日という非常に厳しいコンディションの中この柏戦を迎えたわけですけれども、本当にこの悪い流れを何としても勝利で断ち切る必要があったわけですけれども、90分間本当にですね熱いプレーを貫きガンバ大阪見事勝利、勝ち点3を手にして今日はこの吹田サッカースタジアムに帰ってきてくれました。リーグ戦連勝、そしてホームで勝利を目指して今日も熱く戦っていきます。サポーターの皆さん最後まで熱い応援よろしくお願いします。皆さんこんばんは、内藤朝香です。この柏レイソル戦というのはガンバに関わる全ての人にとって非常に嬉しい勝利となりましたよね、はい。振り返ってみますとこのアウェーでの柏レイソル戦というのは2011年以降勝利がないんですよね、うん、鬼門とも言われていました。長谷川監督試合終了後に気持ちを前面に出して本当に死力を尽くして選手たちが頑張ってくれたと思いますと語っていました。もうまさに選手そしてサポーター一丸となって全員で掴み取った勝利だと思います。さあそれではまずはその試合ダイジェストで振り返りましょう。はい、いかがだったでしょうか。この試合のチケットは完売、アウェーながら多くのガンバサポーターがスタジアムに駆けつけ非常に素晴らしい雰囲気の中で試合が行われました。前半早い時間帯に長澤選手のヘディングシュートで先制、後半に入り一度は追いつかれたものの61分、長澤選手この日2点目となるゴール、さらには71分、アデミューソン選手の PK で勝負あり、レイソルを、ね、圧倒した試合内容になりましたよね。はい、そうですね。リーグ戦アジアチャンピオンズリーグへ並行して戦うガンバにとってはこの4連戦最後の4試合目というのがこの柏レイソル戦だったわけですけれどもね、コンディション的にもそしてその前にアジアチャンピオンズリーグで大敗を喫したということでこのメンタル部分でもどうなのかと心配されていたわけですけれども、この日はですねアジアチャンピオンズリーグ同様3バックでゲームをスタートさせました。
そして注目されたサイドにはですね、右サイドに初瀬選手、そしてフォワードに長澤選手が先発起用ということで、どういった戦いを、そして3バックである以上、このサイドの攻防というのが一つね、ポイントとなっていたわけですけれども、2得点がこのサイドから生まれました、うん、まずは先制点、藤原選手ですね、相手のスペースにしっかりと入り込んでピンポイントのクロス、長澤選手の1点目を演出、さらに2点目は今度は右サイドの初瀬選手からのクロスを長澤選手が今度は足で合わせて得点ということで、3得点中2得点がこの両サイドから生まれたということになります。もちろんサイドの攻防だけではなく、中盤にスペースが空けば積極果敢にですね、今野選手、そして倉田選手がですね、こう顔を出しまして、さらにはアデミウソン選手がドリブルで切り裂いていくという、まさにですね、この攻撃という部分では非常にですね、ああこれから本当楽しみだなというようなプレーがたくさん見られました。2017ガンバ大阪のですね、攻撃スタイルというものが垣間見えた、そんなゲームだったとも思います。これから連携が深まっていけばね、さらにすごい攻撃見られるんじゃないでしょうかね。そうですよね。ですが攻撃面ももちろんなんですが、はい、守備面でも素晴らしいプレーが数々ありましたよ ね、 ね、レイソルの攻撃陣に対して見事なディフェンス見せてくれていました、決定的なシーンが作られたこともありましたが、そこは東口選手が素晴らしいセーブを、ね、見せてくれましたよね。そうですね。やはり試合の流れを大きく左右するようなこのビッグセーブというのがありましたし、その前のゲームではまあ4失点と守備を預かる選手としては非常にね悔しい結果だったと思うんですけれども、それを本当にですね吹き飛ばすかのような素晴らしいこうプレーというものを随所に見せてくれていましたね。そして素晴らしいといえばですね、この日右サイドを預かることになりました初瀬選手、若干19歳、柏の攻撃陣に対し、はい、まあ、臆することなくクリスティアーノ選手にボールが渡ればガツガツと厳しいディフェンスで自由を与えない、また攻撃でも積極的に参加をしていって、まあ、今回アシストがつくというようなですね攻撃参加もありました。まあ、こうした若い選手、もちろんこの日もですね途中出場ではありますけれども、堂安選手や高木選手といった若い選手、さらにガンバのこのアカデミー出身の選手がですね、こうやってピッチに立ってプレーをした、ガンバ大阪がこれからチーム層をどん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 分厚いものにしていくためには、やはりこういった若い選手がどんどんピッチに立って活躍をしていく、これが本当に重要になってきますからね、はい、これからもこうした若い選手たちにも注目していきたいですね、はい、さあそれではですね、続いてはグローイングライフインタビューをお届けします。今日はですね、この柏戦では90分間にわたり本当に攻守にわたり素晴らしいプレーを見せてくれましたこの選手の登場です。さあ今日のインタビューは倉田修選手です。よろしくお願いします。お願いします。この10っていう背番号、うん、まあ、今シーズンから新たにっていうことで、はい、もうどうなの、やっぱりもうずっと背負いたかったの、この10っていう番号は。ずっとつけたかったです。ユースもつけさせてもらえなかったんで。あ、そうか、6番やったかな、うん、ずっとで、まあ、ユースの時からの毎試合ホーマー見に来てて、ふた、うん、さんがすげえ活躍してて、うん、で、うん、俺もいつかつけてえなと思いながらずっとやってたんで。まあでも昨シーズン二川選手がこう移籍して、うん、で、まあ、これまでずっとね、うん、ガンバの10背負ってた選手がいなくなって、その10番が空いたわけで、うん、じゃあもう一度っていう感じだったの。いや、もうこれなんか違う人につけられたくないっていう思いがめっちゃ強くて、ああ、僕はちょっと強めに、いつもより強めにつけたいですって言って、うん、言ったらなんか OK もらったんで。二川選手が今までつけてた10番とまた違う10番をこれから作らなきゃいけないわけじゃない、そういう意味では。まあそうですね、あの二川さんと一緒のプレーできる人は日本に誰もおらんし、うん、俺にはまあ無理なんで、うん、まあ今自分ができるって言ったら、まあ、守備もするし、うん、攻撃でも点取ったらアシストしたりするし、うん、全部の仕事できる10番っていうのを目指してやっていきたいですけどね。今シーズンは掲げてる数字、具体的な数字があるわけでしょ。まあそうですね、10得点10アシストは、うん、まあ、順日なんでっていうか、それは毎年、うん、そのぐらいやらなあかんなっていうのはありますけどね、うん、そういった中でどうですか、こう感触としては。まあ、新しいまずこのフォーメーションっていうところになりますけれども、うん、求められる役割、うん、まあ、プラスアルファの部分が多くなってくるのかなとは思いますけど、う
まあ一人一人役割がちょっと、まあ、去年とは変わってる部分はありますけど、うん、まあ、けどキャンプからずっと練習して試合ももう3試合できて、うん、だから今だいぶ馴染んできたなっていう印象ありますけどね、うん、けどまだまだなんか可能性秘めてるフォーメーションやと思うんで、おもっとなんか好意的にできるし、うんうん、ところなんか楽しみですね、その、うん、自分がフィットしたって思う瞬間来た時にどんだけのチーム力になってるのかが、まあ、今回選手の皆さんが口揃えてより攻撃的なサッカーをっておっしゃいますけれども、うん、じゃあそういうまた新しいサッカーというか、うん、点がたくさん見られるサッカーが展開されそうってこと？そうですね、うん、点も取れるし、うん、今やってるのは守備もしっかりできる形もできつつあるんで、うん、なんかどういったんやろうな、守備でも攻撃的っていうか、なんか高い位置でこうどんどん上がって高い位置で行ったり、うん、なんか自分たちから全て仕掛けていくサッカーができるかなと思うんですけどね、うんうん、まあ、こうやって倉田選手のようにこう強くなっていくために必要なことをちゃんと言うっていうね、うん、世代になってきたわけじゃない。はい、そうですね今までもうよくわかんないっすとか自分さえ良ければいいですみたいな多分部分もあったと思うんだけど、はい、今倉田選手の世代がこのガンバでも言ってみればこう中心の世代なわけでしょ、うん、もっとやっぱガンバのコミュニケーションは普通 の, あの遊びのコミュニケーションはみんな得意ですけど、うんあのね、仲いいからね、仲いいから、うんうん、楽しむコミュニケーションはいいけど、うん、じゃあサッカーにことに対する、うん、要求し合うがちょっと少ないなと思うんで、うん、あ、まだ求めるところが、うん、まあ、言う人が決まってるんで、だからやっとさんと、うん、こんちゃんが、うん、あのこうしようとか、うんうんうん、まあ、最近も俺もちょっと言うようにしてるんですけど、うんうんうん、こういう時どうするとかみんなに、うんうん、だそういうのを、うん、全員が言ってほしいですけどね、言える環境を作っていきたいですよね。まあ、今名前の挙がった、まあ、遠藤選手だったり近藤選手っていうのは当然ながらね、もう代表でもプレーをしていろいろな経験の中で、うん、その経験値の中できっと言えることもあるだろうし、ただまあチームとして考えた時にはね、これからの世代が中心になっていかないと、うん、でももっと春も自分の言いたいこともっと言ってもいいと思うし、うん、春とかも、うんうん、いや4年もか、うん、4年ジョンも、まあ、ジョンも全然ジョンの実力があれば全チャンス全然あるし、うん、だから俺らがずっと出て引っ張っていかなあかんかなと思うんですけどね、うんうん、じゃあ我々がこう試合見てて、うん、藤原選手あたりが言うようになったら、うん、あ、これはもうガンバだいぶ前のめりに来てるなと、大丈夫やなって判断していいわけだね。そうですね、うん、一番言わなさそうだもんね。そうですね、黙々とやるタイプなんで、うん、うん、じゃあそのあたりをちょっと一つ我々は今シーズン、うん、はい、見とってください。あの世代が躍動していればそうですね、うん、頑張る間違いないっていうところで間違いなくなると思います、うん、楽しみにしてます。まあ、今シーズンからまたワンシーズン制になって、うん、でまあ結構いろいろなチームも積極的にこうチームの入れ替えを行ったりして、うん、まあ、非常に注目度の高いシーズンだとも思うんですけど、そういった中でじゃあ今シーズンまずは最初のスタートダッシュ、スタートダッシュですね。まあ、夏以降は多分このチーム強くなっていくんで、うんうん、だからそれまでにしっかり戦えるかですね。まあ、それ8シーズン始まる前に ACL が結構入ってくるんで、うん、まあ、そこでしっかり戦い抜ければいいシーズンになるかなと思うんですけど。じゃあ本当にもうこの2月、3月、4月でそこが一番、うん、大事かなと思います。また昨シーズンから、まあ、新しいガンバクラップって言って、うん、サポーターと一緒にこう喜び分かち合う時間っていうのもできてきましたし、うん、あれをだからもう毎試合やって、そうですね、もうみんながやりたくなるようなこう定着させてほしいし、そうですね、うん、だからそのためにだからさっき自分で挙げた10、うん、ゴール、うん、10アシスト、うん、それすれば、うん、俺ができれば絶対あの上位いけるし負けないと思うんで、うん、まあけどまあ
自分だけじゃなくてチームが勝つのが一番大事なんで、うんうん、まあ、それもちょっと考えながらやってて、じゃあ我々はあとはそのシーズン終わった時に、そうですね、この言ってたことが本番になるように頑張ります。ではですね、サポーターの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。いつも応援ありがとうございます。今年も、全員でタイトルを取れるように頑張ってきますので、今年も応援よろしくお願いします。さあ、グローイングライフ、倉田選手のインタビューをお届けしました。今シーズンから倉田選手は背番号10を背負ってプレーしているわけですけれども、まあ、やはりこの10番に対する強い思いというのがずっとあったということですよね。ただガンバ大阪にはこれまでこの10番を二川選手がずっとつけていたということもあって、なかなかそのチャンスがなかったわけですけれどもね、今シーズンはそのチャンスが巡ってきた、だからこそ自分から強く働きかけたということをおっしゃってました。またあの倉田選手自身もですね、やはりこのガンバの10というこの背番号、これは何としてもガンバ大阪のこのアカデミー出身の選手が背負っていくべき背番号なんだということもおっしゃってたんですよね。だから僕が背負うことでこれからまた一つ一つとこの10番をつないでいきたい、このガンバアカデミーからこう上がってくる選手たちにつないでいきたいというようなことをねおっしゃっていました。まあ、なんとしてもまずはですね、この特別な思いを背負って戦う今シーズン、倉田選手の活躍に皆さんにまず注目してもらいたいですけれどもね。そうですよね、あのインタビューの中でも倉田選手おっしゃっていました、遠藤選手、今野選手同様にねチームを引っ張っていく、そんな存在にもなってほしいですよね。そうですね、前節もこのポジションのズレなどが生じた時には、うん、先ほど名前の挙がった遠藤選手や今野選手、そしてそこにですね倉田選手も加わりながら、しっかりとこう声を出してポジションの修正だったりですね、このチームを鼓舞するようなですねこう空気作りというのをされていましたよね。ですからもうすでにそこでもしっかりとこの10番を背負うという責任感というのをピッチの上でしっかりと見せてくれていますよね、うん、はい、また個人の目標として掲げていらっしゃいましたこの10ゴール10アシスト、うん、シーズンが終わった時にはね、もうこのダブルダブルがもう達成されていれば、はい、我々頂点に立っているはずですからね、うん、はい、ぜひ倉田選手にはですね、その倉田選手の思う新しいガンバ大阪の10番像というものをぜひ築いてもらいたいと思います。ここでご来場の皆様にお知らせです。本日試合終了後21時15分頃より J リーグ史上初フィールドへのプロジェクションマッピングを上映いたします。高機動レーザー光源プロジェクターを使用し、瞬時に照射軌道を変えることができる最新鋭の LED 投光機を備えた吹田スタジアムならではのダイナミックな演出で、感動と興奮をご体感していただけるイベントになっております。フィールドへのプロジェクションマッピングはおよそ8分間です。上映中にはスタジアム内の照明が一部消灯し、大変暗くなりますのでご注意ください。はい、もうすでにさまざまなメディアでも取り上げられていますけれどもね、はい、話題となっております。そして今日はですね、試合前の選手紹介時にもですね、うん、センターサークル付近でですねこちらのプロジェクションマッピング行いますので、ぜひ皆さんこちらの方にも注目、そしてお楽しみいただきたいと思います。はい、さあ、いよいよキックオフが近づいてきました。今日の対戦相手 FC 東京は現在2連勝中と波に乗っています。今シーズンは各ポジションで大型補強を行い、代表クラスの選手が多く集まった非常に手強い相手ですよね。そうですね、その中でも新加入選手、やはり注意をしなければいけない選手、まず高木選手、そして大久保選手ということになるんじゃないでしょうかね。高木選手はこの卓越した足元から繰り出されるこの意表をついたパスというもので、このディフェンスラインを混乱に陥れることができます。そして今シーズンはですね、まあ、これまでよりも少し低い位置からこうボールを触りながらゲームをコントロールしながら、そしてこの攻撃のギアを入れるというパスを出してきますんでね、ガンバ大阪としてはやはりここをしっかりと抑えていくこと、それがリズムを崩していくということになりますんでね、はい、ディフェンスとしてやっていかなければいけないと思います。そして大久保選手ですね、大久保選手は J リーグ屈指のストライカーとして毎シーズンのようにたくさんのゴールを積み上げています。ですから大久保選手が気持ちよくプレーができてしまう、そういうゲーム展開にならないように、できるだけこのゴールのエリアから遠い位置でプレーをさせる、そういった追い込みというのもね、ディフェンスでは求められていくと思います。まあ、そのあたりをしっかりケアしながら、いかにガンバ大阪らしい攻撃をね、見せるか、ここが一つポイントですね。そうですよね、まず今日の試合ではそのガンバディフェンス陣に奮闘してもらって、もうここは無失点でもゼロで抑えてもらいましょう。はい、はい、そうですね、
前節柏戦ではですね、この最終ラインからこの最前線のこの距離感というのが非常にいい距離感の中でコンパクトに保たれながらゲームを90分が進めることができました。ですからやはり今日もですね、その良かった部分というものをさらに前進させた戦い方、これがですねやはりホームで勝利を手にする絶対条件だと思います、うん、さあプラズ選手もおっしゃってましたけれども、やはりこの3月そして来月4月と続いていく戦い、これが今シーズンを占う重要な時期なんだというふうにもおっしゃっていました、はい、ぜひですね今日もこの吹田サッカースタジアムで勝利をつかみ取るためにサポーターの皆さん最後まで熱い声援をよろしくお願いします。まもなく選手ピッチに登場します。その際には大きな拍手声援でお迎えください。以上ラブフットボールでした。背番号1完全無欠鉄壁の守護神東口正明、背番号2ディフェンスラインの若き支配者三浦玄太、背番号3立ちはだかる総国の大戦士ファビオ、背番号4駆け抜けろ疾風のレフティ藤原弘樹、背番号5ゼロを操るピッチの頭脳丹羽大輝、背番号6自由を奪う鉄壁のタフマンキー・ジョンヤ、背番号7全てはここからマスター・オブ・ガンバ遠藤康希と、背番号9ゴールに走るピッチの稲妻アテミウソン、背番号10縦横無尽神出鬼没のアタッカー倉田修、背番号15難攻不落のスペシャルワン今野康幸、背番号18ゴールに鍵をかけるピッチの門番藤ヶ谷陽介、背番号20ゴール見下ろす総国の塔長澤俊、背番号22一位先進サイドのスペシャリスト王ジェソン、背番号25勝利を描く左足の芸術家藤本純吾、背番号35青の追い風サイドの新風初瀬亮、背番号37ゴール前の風雲児高木あきと、背番号38違いを見せる青黒イズムの継承者堂安律、背番号39異彩を放つ青のドリブラー泉沢ジーン。